デジタルカメラが一般化してきた現在においてはですね、レイヤーをうまく使うということ、そして撮影の時にですね、写真をどのように仕上げるかということをイメージすることが大切になるわけです。まあ、そういう中ではですね、連続的に写真を撮るということも、写真のスタイルとしては、まあ、非常に効果的であるということが言えるわけです。前回の動画でですね、ピントをですね、深く合わせるということを解説したわけですが、まあ、今回はですね、その、同じく長時間録音によってですね、どのようなことができるのかということもですね、見ていただきたいと思います。それでは、実際の撮影した画像とどのような効果が出るかというのを見ていただきたいと思います。こちらのカメラはシグマの SD クワトロ H というカメラです。ですのでこちらに今出ている24という焦点距離、この24という焦点距離は 35mm 換算にするとおおよそ 30mm の焦点距離になります。そしてシャッタースピード15秒と出ています。これは ND1000 というフィルター、高濃度のフィルターを使っています。それによってシャッタースピードがかなり遅くなるわけです。絞りを8にしています。絞りを8にして、ISO 100、ISO 100という感度で撮っていますので、かなり長時間録音ということになります。15秒の露出、実はこれ2枚撮ってまして、1枚がこちらの写真、もう1枚ですね。もう1枚の写真がこちらです。こちらも同じ15秒ということです。全く同じ写真のように見えるんですが、少し違いがあります。ちょっとこれを比較で見ていただきたいと思います。こちらがその2枚の写真です。1枚目の写真がですね、同じ15秒で撮っている写真なんですが、左の写真の方がその白っぽく見えると思うんですね。これは波の強さですね。波の強さが強い時ほど白くこのように煙って映ると。そして波の強さが弱い時にはですね、さほどその強く出ない。右側の写真が、まあ、その状態ですね。この写真をですね、ブレンドして表現してみたいと思います。それでは実際のですね、そのまとめた写真を見ていただきたいと思います。こちらが実際にまとめた作品になります。どのような形になっているか、ちょっとこちらの水の部分見てください。このような形になっております。1枚目の写真、2枚目の写真を比較で見ていただくと分かると思うんですが、このように、こちらに SDIM と書いてあります。209、こちらは210ということですね。先ほどの写真、こちらですね、209と210の写真だったわけです。この209、210という写真がですね、Photoshop 上でレイヤーでこのように表示されているわけです。このうちのですね、209の部分を調整をすることによってですね、210の画像と209の画像がブレンドされた状態になるわけです。一つ見ていただきたいのはこちらのですね、209をオフにした状態、まあ、このようになっているわけですね。そして209の方が水がかなりしぶきが強いわけですよね。波の強さが強いわけです。ということはここら辺のですね、後ろのぼやけ方はですね、よりこちらの方がボケて見える、波のしぶきでボケて見えるわけです。こちらを生かしたい。そして手前側の岩は多少出していきたいということなので、この2枚をブレンドしたわけです。ということで今下の方は岩が出ている状態、ここにですね、岩が白くこの煙ったようになった作品をですね、重ね合わせるわけですね。そしてここにマスクで、このようにマスクをかけているわけです。まあ、そして出来上がった作品がこちらの作品ということになります。後ろのですね、波の強さによって、煙ったように映ったイメージ、そして手前側のですね、岩の見え方もある程度見えているという形をですね、タイミングを捉える際に一枚の写真でこの状態を見出すのはなかなか難しいわけですね。波がこちらでコントロールすることができないわけですから、まあ、そういう意味でですね、2枚の写真を撮っておいて、
その両方の効果のある部分を生かしていくというのが今回の仕上げ方ということになります。今見ていただいてお分かりのようにレイヤーの使い方、撮影の仕方、仕上げのイメージというものが出来上がっているとですね、それぞれのイメージをうまく重ね合わせて一つの表現ができるということがデジタルの非常にメリットであるとも言えると思います。これはですね、前回説明しましたピントと同じようにですね、レイヤー化することによって可能ですから、フィルムでも十分この撮影方法ができるわけですね。まあちょっと上級テクニックではありますが、ぜひ興味のある方は試してみていただいて、その効果の程をですね、確認していただければと思います。